はい、それではここからはそのコンピューターのメモリの配置と容量に関して少しテキストへの補足をしていきたいと思います。でまずそのこれテキストにも載ってますけれども、その計算機が扱う情報っていうのには例えば命令とかですね、それからデータっていうのがあるんですけど、まあ、これは0と1の状態、まあ、実際に電気回路の中ではその0の状態を表す電圧と1の状態を表す電圧というのがありますが、まあ、基本的にはそれを0と1とみなすわけですね。でこの0と1のことをビットと呼びまして、でビットが N 個集まると N ビットで、8ビット集まるとこれを1バイトと呼んでいます。で、まあ、メモリ容量の単位なんですけれども、その、まあ、上からですね、まあ、10の3乗ごとにこう単位がついておりまして、まあ、10の3乗ビットだと1キロ、10の3乗バイトですね、10の3乗バイトだと1キロバイト、でそれが10の3乗倍されて1メガバイト、さらに10の3乗されて1ギガバイトという形で表されているんですけれども、実際にはですね、これ2つの異なる意味を持つ場合があることに注意が必要です。一つはこれ、例えば1キロバイトを表す際に、これが十進法で10の3乗バイト、1000バイトを表す場合っていうのと、それから2の10乗ですね、まあ、1000に近い、2のべきの数で1024バイトのことを1キロバイトというふうに言う場合もありますので、まあ、その辺必要に応じて注意が必要となります。で、この状況に関しては、その二進接頭時と呼ばれるそのメモリ容量の単位でですね、その10の3乗と2の10乗を分けた表記をすることも最近行われております。で、こちらはその2の10乗バイトのことを1テビバイトというふうに呼びまして、その10の3乗バイトとは個別して呼ばれていると。まあ、そういう書き方もありますので、まあ、その辺、適宜、見たら、こういう使い方してるんだなというふうに思っていただければと思います。それでは、そのメモリの配置についてですね、ちょっと紹介していきたいと思います。メモリはですね、まあ、いろいろなその文献や技術書なんかでは、まあ、このような形で表現される場合が多いかと思います。大体この1バイト単位でですね、こう箱のような形でこう線形に下から上に向かってこう積まれていくという形でこう計算機のメモリというのをよく表します。でこの箱を一つずつにはですね、このアドレスというその場所ですね、場所がついておりまして、このアドレスはその0番地、1番地というふうに、まず0から始まって、だんだんこう、1ずつ上昇していくという形の値を持っております。で、もしこれ N バイトのメモリをですね、こう表すとすれば、1番下を0番地として、一番上を N-1 番地というふうにこうアドレスをつけて表します。でそれからあと、ワードっていう言葉がしばしばこの分野では出てきますけれども、でこれは CPU で一度に処理するデータ量の単位ですね。まあ、一度にっていう定義もちょっといろいろありますので、ここではあまり深くは入りませんけれども、まあ、例えば1回のタイミングで、どれくらいのデータを出し入れするかとか、そういうものだと思ってください。で、まあ、あとはですね、CPU とメモリなどの間で、この1回のタイミングで出し入れする、やり取りするデータ量の単位のこともワードというふうに呼びます。最近のパソコンや携帯電話のですと、この1ワードがですね、64ビット、8バイトが主流ではないかと思います。で、まあ、このワード単位にしたこのメモリの配置というのもしばしばこうやって図に書くことがありますので、これも紹介しておきましょう。先ほどはその1バイトごとにこう線形に上に積まれていったメモリを表しましたけれども、このようにそのワード単位で積み上げていく表し方もあります。この場合は1ワードはですね、この左から右に向かって並べていく、1ワードをこう右から左に向かって並べて、で次のワードをその上の段に並べていくと
という形でこう並べていくというやり方もあります。でこの場合、1バイトがあの各々の箱に対応するもので、1ワードはこの各々の段に対応するものになっています。まあ、あのバイトでメモリを配置したりとか、ワードでメモリを配置したりということで、まあ、いくつかの配置になるということを知っておいてもらえればと思います。でここまで何か質問ありますでしょうか。はい。で次にテキストの10ページには全金記法というのがありますけれども、ここについては今日は扱いません。また後で必要に応じて導入していきたいと思いますので、状況に応じて予習などしてみてください。はい、ということで今回のまとめです。今回の授業ではコンピューターの基本構成について紹介しました。そしてコンピューターの内部を実際に実物でですね、紹介しながらこの基本構成について紹介してまいりました。最後にこのメモリの配置と容量についてですね、メモリ容量の単位ですとか、2進接当時といった単位ですとか、それからバイトやワードの言葉の意味について紹介をしてまいりました。次回第2回ですけれども、計算機上での数値と数式の表現について進みたいと思います。テキストですと、12ページから14ページの内容を扱いますので、必要に応じて、予習などしてきてもらえればというふうに思います。はい、ここまで、全体通してでもいいですけど、何か質問ございますでしょうか。はい、じゃあそれでは今日の第1回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。